まあ、常にこう元気を与えれるようなプレーっていうか、まあ、結果を求めてやっていきたいなっていうふうに思います。おはようございます。おはようございます。ニューヘアかっこいいですね。ありがとうございます。おはよう。あれ、ほぼして、あそこに置いといて、あれ入れようかなと、それじゃ。俺入ったの昨日あれでしょ。そうそう、だから俺中央こっち向いてた。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。よしやりますか。でもお願いします。もう寒かったら止まらないですけど。おはようございます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 。それ言える言えない全然違う。おはようございます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 。Thank you.
悪くはない。自信を持って、週末の試合に使っていけるように頑張っていきましょう。お疲れ様です。やっぱりマリア相手も高い強度で、まあ、チームは負けちゃったんですけど、やっぱりもっともっとやっていかないといけないなと自分自身思いました。まあ、今首位にいる状態なので、しっかりキープできるように、勝てるようにしていきたいと思います。まあ、やっぱりチームとしての前線のプレスというのは結構ハマってると思いますし、やっぱり今のところ少ないチャンスで得点を取れているという部分も、ポジティブな部分ではあるので、そこは継続しつつチームの助けになるプレーをしていきたいと思います。次の試合も、絶対勝ちたいと思うので応援よろしくお願いします。そうですね、チーム自体は本当に負けなしというところで、まあ、キャンプから積み上げてきたことが本当に出ている結果だと思いますし、すごい順調なスタートを切れたと思います。まあ、個人的には開幕戦で本当にチームに迷惑かけてしまったんで、まあ、その分取り返さないといけないなという思いが毎試合ありますし、まあ、それがやっぱりそうですね、毎試合本当にチームに助けてもらった分しっかり戦わないといけないなっていう思いで戦ってます。そうですね、やっぱり、まあ、トスにこうゆかりのある選手スタッフも町田には結構いるんで、まあ、そういう人たちの思いも背負ってやっぱり戦いたいですし、まあ、僕自身も絶対に負けたくない相手ではあるので、まあ、トスのサポーターにも自分が成長した姿っていうのを見せたいですし、まあ、チームとしては今首位走ってるっていうところで本当に負けれない試合になると思うので、まあ、まず目の前の1試合としてしっかり勝ちにこだわってやっていきたいなというふうに思います。そうですね、毎試合毎試合本当にたくさんの人に応援来てもらって、まあ、アウェーにもかかわらずこの前も札幌とかも来てくれて、すごい熱い応援してくれているので、すごく後押し力になってますし、まあ本当そうやって休みの日とかに応援してくれる人たちのためにもしっかりやっぱ勝つっていうことがその人たちのその幸せになると思うので、やっぱ勝ち負けでその日の気分が、ね、明るくなったり悲しくなったりとかあると思うので、まあ、常にこう元気を与えれるようなプレーっていうか、まあ、結果を求めてやっていきたいなっていうふうに思います。そうですね、今ここ4節は本当に順調なスタートが切れたと思いますし、ただまあこれから長いシーズン本当にいろんなことがあると思うので、まあ、どんな時でもやっぱり僕たちは前向いて戦いますし、まあ、サポーターの皆さんも今ものすごい声援を送っていただいていること以上、それ以上に一緒に戦ってくれると嬉しいです。